はい、三掛さん、給料でございます。あ、貸したお金も返してくれるの？はい、貸したお金も中入ってますんでね。ありがとね、ありがとね。ブレーキからね、あっ、早くなっちゃうからね。ブレーキからね、たまにはね、自分のものも買いたいし、いろいろ我慢してきたからね。たまには何か買おうかな。うん、たまには何か買った方がいいですよ。うん、支払いのことばかり考えてたから。うん、なかなか俺が満券渡すことってないですからね。ないよ渡すことはないっていうか、持ってることがないですからね、満券を。うん、ありがとね。はい、金も返してきてありがとね。はい、ちゃんと返しますよ、私は。純也じゃないんだから。よかった。お金なくしちゃうからね、やっぱちゃんとお財布に入れないとなりません。ちゃんと入れといた方がいいっすよ。うん、くれ、お財布にね。入れた。給料の払い良くないですか、俺。今月はね、だけど日当は1000円じゃん。500円の時もあるでしょ。この前納豆1個で勘弁してくれって言っちゃったじゃん。大変なの。でもウーバーイーツがね、5000円くらいは稼げるから。日給で。そう、はあ、で、あの1日とかじゃなくて、あの6時から10時とか、あの半日前よりはちょっとチャリンコがパワーアップしたから。そうっていうことなんじゃないですか。それもあるし、はい、もともとママチャリの時も最後の方はやっぱ気合で5000円ぐらいは稼いでたから、あの自転車になるときっと、あのあんま疲れなかったから、はいはい、もっとできると思います。時間が売れてかった。ちなみにカレンダーなんか売れてるらしいじゃないですか、2かけカレンダー。そう、出した瞬間から、はい、昨日1日で12個。はあ、そんな売れてるんですか。うん、皆さんありがとうございます。じゃあ、あれですよ、あの30個売れたら別にその売れた分の、うん、そのお金から俺は抜かないんですけど、うん、30個売れたら、あの頑張りましたっていうことで、あの別途インセンティブ渡しますんで。本当？はい、あなたにインセンティブあげたよね、昨日。3000円。そういうこと言わないでくださいよ。なんかかわいそうになっちゃったからさ。悲しんでたじゃん。これは3つしか売れないって。そうですよ。で、俺のだけ買ってくれる人がいないってさ、はい、しょんぼりしてたじゃん。はい、俺の方で売れたら全部売れた売り上げ上げるよなんて言ってたけど、なんか切なかったからね。好きなもんでも買ってくださいよ。あ、すいません、ありがとうございます。私にはいらないですから、そちらで売れたいいじゃないですか。12個分まるまる俺1円も抜かないんですから。でもそっちもそうでしょ。そう言って言ったらそうでしょ。最初くれるって言ってたけど、だから俺の方の、皆様、俺の方のメルカリから三掛さんのカレンダーを買ってください。あ、じゃあもう配んないのがいいかな。給料がなくなっていくからね。あの売れた分は渡しますよ。だから昨日の分は、そう、あの三掛からの小遣いってことで、作成手数料ってことですよ。カレンダー作成手数料作ってくれてる人は無償なのに、そうやって薄いよね。それじゃあ頑張ってねって。じゃあ撮影にも経費かかるんですよ。私だってこれウーバーイーツやんないで来てんだよ。最近ご飯買ってくんないね。いや、ご飯買ってますよ。安いの買ってるじゃないですか。カップラーメンとか。だから頑張ってね、カレンダー売ってください。皆さんありがとうございました。カレンダー今日も発送。これなんですか。発送しようと思って。カレンダーなんすか。うん、今日は2つ、昨日の残りのこれ
ッセージカード。ああ、ちゃんとメッセージも書いてるんですね。うん、はい、じゃあ頑張って売ってください。うん、じゃあありがとうございます。じゃあちょっとなんか見に行こうかなって。あ、分かりました。はい、じゃあお気をつけて。あ、お疲れ様でした。